って叫びながら僕卓上調味料をあの倒してる動画を殺害予告されたみたいな感じで言われたら僕どうなるんですかこれって。最近それこそ正直レビューみたいなの流行ってたりするんですよ。で訴えられたとしたらこれって危ないですかこれって。すする TV ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですねとある YouTuber の方に会うために大阪までやってきました。まずはお店の紹介から。と阪急京都線重曹駅から徒歩4分くらいのところにあります中華そば正気重曹店さんにお邪魔してます。こちら中華そば正気さんは、ね、2022年オープンのお店で、飲食店がね数多く立ち並ぶ大阪の重曹駅の近くにあります。ラーメンとかつけ麺とかね結構メニューも豊富な人気店らしいんですけど、今回ねとある、まあ、YouTuber って言ってるのかな、もはやもうなんか、まあ、あの弁護士の方なんですけど、その方にお勧めしていただいたお店で、店舗のね中で待っているらしいんで早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。というこちらが正気さんです。なんか外観もめちゃくちゃシックでパッと見ラーメン屋さんに見えないですけど、しっかりこうあのメニューとかも書いてありますんで、まあ、とりあえず中で待ってるらしいんで早速向かっていきましょう。レッツゴー。失礼します。失礼します。どうも失礼します。おー、ススルさん、どうも。おー、よろしくお願いします。お願いします。うわ、はじめまして。はい、どうもです。わ、本物だ。よろしくお願いします。いやいや、こっちもお願いします。ありがとうございます。ススルと申します。すいません、よろしくお願いします。弁護士の岡野です。はい、質問来てたとても最近はちょっとやってなくて。確かに最近やってないっすね。1分でようやくにちょっとスタイル変えた。あ、そっちになったっすね。はい、あんまりコラボとかされてないっすよね。そうですね、やっぱりタイミングがなくてですね。ススルさん、ちょっとぜひあの、はい、やりたいなと思って。嬉しい、ありがとうございます。今も現役で弁護士なんですか。そうです。今弁護士17年。長っ。7年目、はい、30歳から。あ、そっか、はい、30歳から意外とそう、今年で47ですね。全然見えないですよ、本当に。なんでこんなおっさんが YouTube ショートやってるんやろみたいな。若い弁護士頑張らなみたいなね。確かに。ちょっと本日よろしくお願いします。ありがとうございます。どうしようかなね、塩も醤油もちょっと両方おすすめみたいな話聞いたんで、うんうん、確かに。とりあえずこの一番シンプルな名前の特製中華そば、これ多分醤油やんね。そうですね、うん、じゃあこれちょっと OK です。じゃあ僕塩いただきます。そう、はい、ありがとうございます。すみません、お願いします。お願いします。塩で。いやでも本当に今回ちょっとやっぱ、まあせっかくの岡野さんコラボなんで、はい、まあ、いろいろまあ伺いたいことがあるというか、うんうん、っていうところなんですけど、うん、あの僕結構あの YouTube のそのショート動画で、はい、そうって叫びながら僕卓上調味料をあの倒してる動画を、はい、もう YouTube とかもう Instagram、TikTok で全部に上げてるんですよ。なるほどなるほどなるほど。もちろんネタでやってるんですけど、結構みんなも面白がってくれてるんですけど、うんうん、これ本気で実際にね殺害予告されたみたいな感じで言われたら僕どうなるんですかこれって。いやいや、まあまあそれはもちろんネタやから。直ちに法的にどうこうなることはないんやけど、はい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 、ただお店でバーンと倒したりとかで実際にねこそって言って大丈夫なんですかみたいなの聞かれて、やっぱ大丈夫とは言えないよね立場的に。何受けるからで、まあそうですね、程度問題あるから別にそんな、じゃあちょっとバーンと倒しただけで警察だとなることは実際はほとんどないにしろ、ただ大丈夫ですって言った日には岡野武弁護士が大丈夫って言ってたってなんかおひれついて若い子とかがぐちゃぐちゃしたらそれは問題になるから、はいはい、もう俺は常に法律厳守の立場から厳しいことしか言わへん決めてるねん。なるほどなるほど。厳しめ厳しめで感情とか全く抜きにしてもう弁護士の立場からっていうことです。そう、あとやっぱりフォロワーさんもたくさんいるから、うんうんうん、そこだけ切り抜いてそれが免罪符みたいになったお店で暴れて迷惑誰かがかけるとか最悪やん、うん、確かにそうですね。なもう厳しいことしか言う。いや、そうか。まあでも寸劇の一つやね。そうです。普段はもうお店で倒してらっしゃるんですよ。別にそれは映画の中で、じゃあ映画の中でピストル撃ったら犯罪なんですか。もちろん犯罪じゃないやん。フィクションやからね。そうです。だからそういうのと一緒に分かるような感じだったら全然問題ないと思うんです、ね。ちゃんとこう、まあ、受け取る側の人がフィクションって分かればまあまあ。そうそうそう。なるほど、うん、そう、そうっすよね。そう、あと結構その僕その動画の中のネタで厨房の中に入っていってしまいましたみたいな、まあ、僕がこう厨房の中に入っていくみたいな。実際これでも無断で入っていったらさすがにアウトっすよね。無断、いや結局そこでどこが法律的に問題になるかっていうと、はい、そこのお店の管理者誰か、まあ、通常は店長、うん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 、で店長が別に入っても OK スタイルの人だったら別に問題にならへん。なるほどなるほど。その管理権者店長の意思に反して無理やり入ったらそれはまあ建造物侵入。あ、建造物とかのやつになるんですね。出て行けって言われたのに出て行かなかったら不退去みたいな感じになるし。あ、そうなんですね。無断で入って勝手に荒らしまったりしたらもうそれはもう、そうやね、まあ、普通そういうのは許可されてないやろうから。なるほどなるほど。あ、すいません、ありがとうございます。お、すげえ高級感ありますね。お、美味しそう。お皿もめっちゃ綺麗。よし、いただきましょう。こちらが中華そば正気重曹店さんの特製中華そば塩です。ソピーン。澄み切った塩スープに鮮やかな味玉や2種類のチャーシューが目を引く洗練されていながらインパクトのあるビジュアル。岡野弁護士おすすめの一杯はどのようなお味になっているのか早速いただきましょう。よし、改めてすいません、うん、よし、なんかいきなり法律そうだみたいな感じしちゃってすいません。うん、
ホルモンの PV 見てたら曲の最後でりょうくんがラーメン食うしなってすするすするすする TV とか言ってて、俺今日コラボするんやと思ってえ、マキシムホルモン聞いてるんですか。あ、そうなんですね。ホルモン大好きやから。あのホルモン多分あれですね、これからのラーメンの話をしようかな、まあ、多分 MV そうそうそう、うん、ラーメン屋さんの中でりょうくんたちがこうすする TV みたいなやってくれたやつありました。なんか岡野さんって私生活とか全くなさそうじゃないですか、うん、普段なんかコラボとかされたこと多分今まであんまりないだろうから、うんうん、岡野さんのプライベートの話をこう聞くみたいなのってあんまりなくないですか。何も拒否権使うから強マジで。何でもいい何でも普段大阪に住んでるんですか。そういうの言っていいんですか。普段東京東京。あ、え、東京なんですか。そうそう。あ、そう、え、東京からじゃあわざわざ大阪に。俺大阪出身で大阪にも事務所あるから、うん、まあ仕事もあって、はい、あ、そうなんです、うんうん、まあ YouTube がもう何年目。僕今もう9年目ですね。すごいな。俺でちょうど5年やから。あ、もう5年やってるんですね。2019年から、うん、え、その時までのショートってなかったっすよ。なかった。普通横動画、横動画でやってて、うん、10万ぐらいまでは行ったんやけど、うん、俺ら観察するやんよく、はい、プラットフォームなんか、はい、みんなどう見てもショートがバグってる回り方したから、むっちゃこれだけで300万とか回ってるから、ね、バグってると思って突っ込んだら吹いたっていう。あ、そうなんだ。もともとその視聴者さんからの質問を受け付けるスタイルやったじゃないですか、はい、なんか最近のツイッターのやつ何なんですかね。ちょっと変化というかなんか行かれた時代あれ何行かれた時代は、うん、YouTube でも行かれた時代は全然やってなくて TwitterX だけでやってるから。そうですね。視聴者さん混乱しちゃってる方もいていや、めっちゃ混乱してますよ。時代が行かれてるんやって言ってるのにみんな岡野が行かれたと思ってるあれはそうなんだ。別にじゃああれ乗っ取られてるとかそういうわけじゃなくて。あ、そうなんすね、うん、楽しんで、あのおじさんの絵日記じゃないけど、はいはいはい、はい、まあ文章は文章でちょっと違うスタイルでいこうかなと。あ、そうなんすね。でもなんかどうしたの伸びてる。あ、なんかでもそうっすよね、うん、結構前よりもなんかいいねとかついてるイメージが。俺の友達の、うん、それこそ20、30年近く前からの友達が、うん、某グルメ系インフルエンサーで TikTok で多分ナンバーワン飲食紹介したぐらいの方なんやけど、方っていうかまあ友達ね、うんうんうん、同年代の。最近ラーメンやってるね。え、そのラーメン特化の。特化じゃないんやけど、まあ、ラーメン持ってる。そう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 。だからやっぱ寿司持ってる。最初は結構肉寿司が多かったんやけど、で食ってやっぱ明らかに絵力弱いのと強いの、まあ、ありますね。ありますあります、正直、うん、ラーメンだったら絵力一番取れるの何ですか。最近はそれこそあれですよ、ここ重曹じゃないですか、はい、このすぐ近くに切り麺ってお店があるんですよ、うんうん、そこの切り麺ってお店がその切り玉ってメニュー出してて、うんうん、麺の上に、まあ、タレとか油とか入ってるんですけど、うん、もう卵黄一つドンって乗っただけのラーメンがあるんですよ、うん、あれはめっちゃバズります、ね、卵はほんま数字持ってるからね。普段仲良いクリエイターとかどういう方いるんですか。もう全然 YouTuber の友達いなくて、うん、プライベートで会う人ってほぼいないんですよ、うんうん、マジ。まあ撮影とかでよく会うって人はいるんですけど、はいはい、います逆に YouTuber の知り合いみたいな人。何人か、ええ、何人か。ヘズマリュウですか。あ、違います違います違います俺はやっぱあの本業あるからさ、うんうん、いやヘズマさん全然いいし元気な若者なんやけど、はい、ちょっとやっぱ一緒にね絡んでたりしたらお客さんでやっぱちょっと難色示す方もいるから表向きめっちゃカッチリしてる仕事ですもんね、弁護士って。やっぱでも30歳から弁護士ちょっと遅咲きじゃないですか。そんなことないですか。うん、平均、うん、あ、普通そんぐらいなんですね、うんうん、大学卒業して司法試験何年かこう司法試験を浪人するみたいな感じ。それで、うん、でもそれだったら俺高卒やったからね。あ、そうなんですね、うん、高校卒業してアメリカ2年半ぐらい行って、うん、帰ってきてフリーター生活してて、うん、フリーターでも時給1000円やん、生活大変やん、はい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 、やばいってなっていろいろ探しまくったら司法試験見つけて、うん、司法試験すごくない。実力一発勝負の世界やから学歴関係なくていける。高卒でもいけるんですか。あ、そうなんですね。でもなんか特別な試験受けなあかんねんけど、うん、でもいけるね、道は開いてるんだ、うん、司法試験さえ合格できればいけるっていう。そういうこと、そういうこと。あ、そうなんだ、うん、じゃあそこに行こうと思い立って何年ぐらいかかったんですか、合格するまで。丸5年5年、うん、やば。22、3で初め28やったからね、合格した時。でもずっと勉強、朝から夜まで5年間ですか、うん、いや、僕らは正直だって本業めちゃくちゃ忙しいわけじゃないですか、うん、弁護士やったら、うん、まあでも俺の場合はもう経営者やから、うんうんうん、もう会社もスタッフ100人以上いて。え、そんないるんですか。グループ十何拠点みたいな。すごいの、どちらかというとその事務所の経営の広報活動の一環としての YouTube やから。別にじゃあ YouTube で収益を生もうとか思ってないですね。もうだそこはちょっと楽よね。うんうん、確かに気持ち的に言ったら楽。そこで収益得なくても回り回ってあの認知取れたらサイクルは作れるから。すごいな本当。 YouTube ショーでもあのもうお金がもう一瞬しか登場しないじゃないですか。なんか、うん、なんならちょっと実在してんのかなみたいな噂もありますよね最近。本当に岡野武史 AI 説みたいなコメントなんて出してますから。それもなんでかっていうと俺知ってるね、うん、あの要はおっさん数字持ってないね。ああああ、マジマジ、はい、で、そうなんです。俺も質問来てた3年やってたんやけど、うん、なんか街行く人のなんかショート動画見てる景色とか見てたら自分のスッと流れてくる時あるやん、うんうん、みんな俺が質問来てたのキーぐらいいいとこでシャッて飛ばす。
それ目の前で見たらへこみますね。でもで質問来てたスタイルって、はい、やっぱ最初俺が出てきて質問来てたってあるから、その後のトピックが面白くても要は最初の2秒足止めれないことが多くて、うんうんうん、やっぱおっさん最初寝てたらあかんなっていうので方向転換して、今はちょっとインパクトがある画像素材パンパンって入れてからの、うん、俺が出て1分でようやくで引っ張るっていう。あ、そうなんす。そういうスタイル。めっちゃ考えてるじゃん、マジで。そしたらやっぱ全然回る、うん、そうなんすね。やっぱでも自分が質問来てたって来たらパッてやるもんね。すげえな、やっぱちゃんと頭のいい人だったな、マジで、うん、すごい。うん、なんか何台かで喋ってたらすぐ食べちゃいましたね、本当に。めっちゃ美味しかったです、本当に。ごちそうさまでした。というわけでごちそうさました。ありがとうございました。正気さんでラーメンすってきたんですけど、うまかったですね。うまかった。はい、塩ラーメンちょっと初訪問で、ちょっと普段僕結構醤油行くこと多いんですけど、ああそうなん、結構久しぶりになんか塩食べてめちゃくちゃ美味しかったです本当に。俺これやっぱ言葉のプランね、弁護士って、はいはい、弁護士法律で全部言葉でできてるやんか、うん、だから言葉がすごく細分化されてて解像度がめちゃくちゃ高くて、言葉で表現する仕事の俺から感想を言っていい？はい、はい、めっちゃ美味しかった。語彙力ないじゃん、全然、全然ないじゃん。でもそうですね、ほんとシンプルにこうスープも、うん、これ全部これ飲めちゃいそうなぐらいのスープだし、うん、麺とスープの絡みもすごく良かったし、チャーシューも美味しかったですね、うん、一枚一枚。中華そばでもラーメン、ラーメンと中華そばって何かあるの？この違いみたいな。まあ大きな違いはないっすね、正直。まあ中華そばなんかちょっとイメージっすけど、うん、あのちょっとノスタルジックというかクラシックなラーメンによるかなっていうふうに思ってますけど、表現の違いなだけで、まあそうですね、根本というか、まあラーメン、いわゆるラーメン、はい、中華そばってこと。根っこ部分はなんか一緒かなって思います。あ、そう。うなぎとアナゴみたいな違いはないってこと。あ、そう、そういう違いではないですね。はい、ちなみになんか岡野さん結構普段ラーメン食べられるんですか。いや、あんま食べへん。あ、ま、あんま食べないですか、うんうん。違いがだからあんまり分からへん。あ、ラーメンの。大体何食べても美味しい。うん、でもほんまラーメンのレベルって美味しいのがたくさん出てきてるよね。はい、日本のレベルラーメンちょっと上がりすぎでしょみたいな。相当上がってますね。相当上がってるよね。大体美味しいんだよ本当に。そうそうそう。本当にそうなんですよ。うん、もう細かい違いがちょっとだけ大体美味しくて、うん、まあ、その中にたまに突き抜けてめちゃくちゃ美味しいかった。と思われば、うん、まあまあかなみたいなのもあったりする。あ、そういえばそう、これも聞いたことある。なんかあの最近それこそ正直レビューみたいなのが流行ってたりするんですよ。YouTube とか TikTok 上で、はいはい、もうなんか本当なんか例えば自分の、まあ、口にならなかった時にも、うん、いやこのラーメンはもうまずい、いや海水ぐらいしょっぱいみたいな答えてる人がいたりするんですけど、うん、これって例えばそのお店の方の人からいやそれはうちのその業務妨害だとかってなって訴えられたとしたら、これってどう、危ないですかこれって。いやまあまあ批評の範囲を超えてたら危ないけど、うん、やっぱでも批評するのはこの作品面白くないとか、うんうんうん、このご飯まずいっていうのはまあそれは表現の一つだから、うん、直ちにそれで賠償命令が出るみたいなのはないんやけど、はいはい、ただやっぱ悪意を持って、うん、悪意っていうかその例えば本当にライバル業者がとかね、あ、なるほど、なんか裏から金が出ててとか、もうもっぱらその相手のお店の業務を妨害するのが目的みたいなんで組織的にとかなってたらそれまたちょっと問題になるんやけど、個人がなんかちょっとね美味しいまずいっていうのはそれはもう感想やから、それだけで名誉毀損とかになることはない、うんうんうん、あ、そうなんです。でも岡野さんがそんなこと言ったら、あのそういうのみんな平気な顔してやめちゃったら怖いんですけど、あ、法律大丈夫なんてみたいになりそうだけど、マジで、まあ、まずいもんはまずいって言わないと偉いっすね、マジで。いや僕もなんかやっぱなんていうんですか、その職業からあんま言えないというか、そうね、まあ、やっぱラーメン屋さんに僕お世話になってる身分なんで、うんうん、あんま本当になんかまずいっていうよりは、うん、いいところを探しちゃうんですよ、そのなんか YouTuber とか動画の特性的に、うん、っていうので、まあ、まずいものはある意味まずいって言える人ってすごいなとは思うんですけど、いや俺は大体美味しいからないんやって確かに よっぽどじゃないとね、まずいってなかなかないと思うんだよ。いや本当にちょっとあの貴重なお時間ありがとうございました。結構忙しい中来てくださると思うんですけど、またよろしくお願いします。はい、ぜひぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっとまたあの僕炎上とかしたら助けてくれますか。いや、もちろん。ちょっとあのめっちゃ心強い味方ができたということで、いや本日本当にありがとうございました。はい、お忙しいのすいません、お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。いや本日はですね、岡野武弁護士とね一緒にあの重曹のラーメン店で一緒に吸ってきたんですけども、実際にね僕が店内で調味料を倒したりとか、まあ、そういうのも、ね、しっかりとこう法律に基づいていろいろと教えてくださったんでね、すごいためになりましたね。いやまあ本当にね、なんか僕がまあ 何かの機会でね炎上したりした時にね、ちょっとぜひね、あの、岡野さんに助けてほしいなと思いましたけども、岡野武さんのチャンネルの方でも、ショート動画がね、上がっておりますんで、ぜひぜひそちらの方もご覧いただけて嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、質問来てた、ちょっと岡野武さんお願いします。皆さんからいただいたコメントも読ませていただきます。鶏チャーシューって火通ってますか？知人がカンピロバクターになってから怖くなりました、ということで。まあまあ、いや、火は通ってるとは思うんですけど、その、結局があれな、その火を通す、まあ、温度であったりとか、その時間が結構大事みたいですね。その温度も、この温度なら大丈夫っていうことじゃなくて、鶏チャーシューの中の温度がこの温度でこの時間でっていう風に調理しないといけないらしくて、まあたまにそれこそねツイッター上でもあのこの鶏チャーシュー怪しくないかみたいなツイートがあったりするんですけど、まあ稀にねそういったあのまあ何
なんていうの、まあそのなんか、まあ、未完成なチャーシューというかね、そういうチャーシューをまあ提供してしまってるお店もまあ中にはあるのかなとか思うんですけど、まあでもやっぱカンピロバクターとかね、なったらもうめちゃくちゃきついじゃないですか。僕はちょっとそういうチャーシューに当たったことないからわかんないですけど、まあやっぱ明らかにこれ大丈夫かみたいなのは、まあ食べない方がいいのかもしれないですね、もしかしたらね。まあそこら辺はね、やっぱラーメン屋さんがこう、まあ、責任を持って調理してもらうっていうのが一番いいんですけど、どうしてもね、これちょっと危ないんじゃないかっていうのがあったとしたらね、まあそれはちょっと食べるのは避けた方がいいのかもしれないですね。基本的にはね、みんなちゃんとやってると思うんですよ、そこは。中にはそういう店もどうしてもあってしまうということ。すするさんはラーメンにわかなので知らないと思いますよ。ちょ、にわかですいませんでした、本当に。シュークリームを食べるときは、めちゃくちゃ勢いよく歯を差し込むと、一切クリームが溢れずに完食できますよ、っていうね。ラーメン関係ないじゃん、これ。むしろラーメンにわかの方が知ってんじゃないか、こんな情報。てか、何この情報、何シュークリームを食べるときは、めちゃくちゃ勢いよく、そっち知らねえよ、マジで。確かにな、シュークリーム、僕、まあ、めちゃくちゃ好きなんですよ。そういうこと、ビアードパパとかさ、コージーコーナーとかシュークリーム買ったりします。たまに、セブンイレブンとかね、まあ、夜中にシュークリーム買って食ったりしますけども。確かにやっぱ噛んじゃうとね、もうビッてなるじゃないですか。クリームがこう横に広がっちゃうというか。もうそれをかわす方法があったんだなって。なんだこの話ましてよ、本当に。まあでもね、せっかくシュークリーム食べるんだったらね、もう余すところなく食べたいじゃないですか、クリームを。でも何、勢いよく歯を差し込むと、クリームをこぼさずに完食することができるみたいなね。皆さんもぜひシュークリーム食べるときは、実践してみてください。もし意味わかんないよ、このコメント。なんなんだ、マジで。というわけで、本日の最後のお話がもしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてね、岡野武さんの方のチャンネルをぜひご覧いただけてよろしいです。よろしく。お願いいたします。ということで、それではスルの公式キャッチフレーズ、中華そば正気重曹店さん、ラーメン界の六方全書や、岡田武さん、そして正気さん、ありがとうございました。ご飯食べるとことか見せたことないですよね、多分。いや、そんなことない。そんなことはないですか。数字取るためなら何でもやるんで。食は数字持ってるんで。あ、そうですね、間違いなく。